大宮駅に着きました。今から新幹線で大阪へ向かいます。東京新大阪、2人並んでる席で窓側と真ん中で、はい、今回は大宮から新大阪までずっと新幹線で行きます。病院までトータル4時間くらいでも、乗り心地もよく仕事をしたり本を読んだり意外とゆっくりできるルートです。今日は新幹線サバ寿司です。なんか箸が濡れてて剥がってる。このさ、上のさシートみたいな。新大阪に着きました。2時ですね。めっちゃ暑い。埼玉よりちょっとなんか暑い感じがします。今から病院に向かいたいと思います。毎回思うんだけど、関西って右側のエスカレーターが右側に立つから、なんかちょっと違和感。今から難波へ移動します。病院に着きました。今から月ちゃんとちょっと面会ができるので面会してきます。で、5時から先生からお話があるので、それを聞いて明日退院の準備ですね。さっきね、電話のねビデオ通話したんだけど、結構元気になってたので、ちょっとね久しぶりだね会うの。本当にさ、弱ってる時に会ってたからね、だいぶ回復したみたいでよかったです。じゃあ今から会いに行ってきます。今ね、天王寺から病院に向かいたいと思います。今日も暑くてさ、めっちゃ汗かいてきた。雨降らなくてよかったけど、めっちゃ暑です。今日退院ということでね、よかった。じゃあ行ってきます。日に日に良くなってるから、だいぶ顔も見れるようになったんですけど、ちょっとまだ痛々しいんで顔出し NG で失礼いたします。ゆっくり埼玉の病院で療養して、怪我をして、また泊まれ、お待ちくださいませ。では先でした。皆さん温かいお言葉と応援メッセージありがとうございます。じゃあ埼玉へ帰りときます。
ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。